元選手の竹内明強化部長とサポーターらが高松駅前でチラシを配り観戦を呼びかけました。蒲田マーレは今月25日丸亀市のピカラスタジアムで福島ユナイテッド FC と対戦します。 J リーグ参入10周年の記念試合で1万人の集客を目指しています。選手は記念ユニフォームを着て戦い、バブルサッカーや水鉄砲大会などのイベントも開かれます。ピカラスタジアムが蒲田周りブルーに染まってゴールシーンで揺れ動くというのが一つ見たい絵であったので、それが今度達成できると思うと僕自身も非常に高揚しております。蒲田マーレは現在18位ですが2連勝中で巻き返しが期待されています。